国鉄谷線経過者は、かつて鉄道省、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。1941年12月27日に、新潟鉄工所にて、タム200型より2両の専用種別変更が行われ、形式名は新形式名である谷線型が、与えられた。 アルコールの比重は二流化炭素より軽いため、積載荷重は5トン減トンされ10トンとされた。種車となったタム273タム274は1939年8月31日製造の新潟鉄鋼所製であり、タム200型として落成したわずか2年後であった。1951年11月6日に、 新潟鉄工所にて、タム900型より一両の専用種別変更が行われ、本形式に編入された。種社となったタム972は1959年3月に東洋オンにて製造された、繊細復旧社である。以上合計3両が本形式として運用された。落成時の所有者は、日本ソーダ、主生産業の2社でありそれぞれの常備駅は、 新越本線の日本銀駅、総武本線の稲毛駅であった。その後日本総田所有者は1961年12月1日に、主生産業所有者は1956年3月3日に、日本アルコール販売に名義変更された。常備駅は稲毛駅を振り出しに、伊賀駅、石岡駅、鉾田駅、荒崎駅と各地を回った。 貨物列車の最高速度引上げが行われた1968年10月1日大ヤ改正対応のため、全車が2月工場、若松工場にて二段リンク式に改造された。二役方式は全車とも上入れ、下出し方式である。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。図色は黒であり、 寸法関係波手者形式の違いにより2種類ある。全長は 7350mm、7800mm、全幅は 2300mm、2430mm、全高は 3490mm、3450mm、軸距離は 3650mm、3900mm、自容積は一点五立方メートル、二点一。 立方メートル、地上は9.6トンから10.7トン、換算量数は、赤車2.2、空車1.0、最高運転速度は、時速75キロメートル、車軸は12トン超軸である。1987年4月の国鉄分割民営化時には2両7月28日に、他2000が廃車の車席が、1996年に他2001は、廃車になった。 実に誕生より57年間にわたり運用された。1996年4月に最後、本社は日本最後のタクルマである。国鉄田2001貨物鉄道博物館三重県稲部市の貨物鉄道博物館に他2001が保存されている。ありがとうございます。